スワールドサッカー、今日はスペインリーグの第24節、バルセロナがホームのカンプノウにバレンシアを迎えたゲームをお送りします。解説は加藤久志さん、実況は田中智樹でお伝えしていきます。加藤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ここまで首位の好調バルセロナ、一方のバレンシアも現在5位まで上がってきて、そうですね、この両チームの対戦ということになりました。今日のこのホームカンプノウには8万人のお客さん、その8万人のお客さんが迎えたのがこの地元出身、子供を抱いているオスカル。このところオランダ人選手の加入で地元出身のオスカル出番がなかったんですが、久々のこの先発出場になりました。今季初スタメンということになります。この収容人員が12万人というこの大きなスタジアムです。そのバルセロナの今日のスターティングイレブンです。ゴールキーパーはヘス、ディフェンスにはフランク・デ・ブール、アベラルド、セルジ、そして中盤、そこの方にグアルディオーラ、そして右にロナルド・デ・ブール、そしてオスカル、コク、前にはルイス・エンリケ、リバウド、クライファート、非常に加藤さん豪華なメンバーですね。そうですね、すべて代表選手、オランダ、スペイン、はい、ブラジル、そうですね、もうメンバーから見たらもう申し分ないメンバーですね。今日はリザーブの選手を含めてオランダの代表選手6人もいるというチームなんですが、まあ、その辺今日オスカルがね、先ほど映ってましたけども、はい、彼はやはり久々にスタメンですから張り切ってるでしょうね。何かそういう心に息するものがあるかもしれませんし、サポーターも今日大声援で迎えています。非常にこのスタジアムで上の方から見るとこれ相当小さく見えるんでしょうね。本当にね、僕も一番上から見たことありますけどね、はい、そして一方アウェイのバレンシアです。キーパーカニサレス、ディフェンスは今日はジュキッチ、ミオルクルンド、カルボーニ、ロシュ、ファンクラン、5人のディフェンス登録の選手、そしてメンディエタ、ファリノフが中盤にいます。前にはアドリアン・イリエ、アングロ、クラウディオ・ロペスというこのメンバー、こちらは元代表などもいるわけですが、5人のディフェンス登録の選手が今日入ってきました。そうですね、非常にしっかりしたディフェンスから、まあ、カウンターという、はい、非常にいいサッカーを見せてますよね。そうですね、今季はディフェンスのロシュ、ビオル、クルンド、このあたりを補強したところでバレンシア非常に守備が安定してきたと言えると思うんです、はい、どちらとも攻撃的なチーム、そういう意味でバレンシアのディフェンスがこのバルセロナの前の選手たちをどう抑えるかというところですよね。まあ今日はそれが一つのポイントでしょうね、はい、ここで今前半開始の笛です。今これ上空の光線から撮った映像でご覧いただいています。スタジアムの一番上の方から見るとあんな感じで見えるんでしょうね。本当に小さく見えますからね、このスタジアムはね、はい、画面白いユニフォームはアウェイのバレンシア、そしてブルーとエンジニアユニフォームがホームのバルセロナです。今日はまあどちらとも攻撃的とはいえ、こういった長いボールをどう生かすことができるか。まずバルセロナがチャンス、オスカルが中央に出したところリバウンドを取るか、グアルディオラもどうだ、ここで笛がありました。まず前半まだ0分というところなんですね。そうですね、今非常に押し込みをしましたし、セカンドボール、クリアボールをですね、はい、バルセロナの選手がですね、よく拾って、まあ、シュートまで持ち込もうとしてますけども、ここもやはりバレンシアのスミスがですね、しっかりブロックしてますよね。今14番をつけたビオルクルンドは非常にいいところでディフェンスに入っていきましたね、はい、逆に今度はバルセロナチャンスになりかける。さあランブリルールからどう攻めていくか、ランブリルール一旦後ろに下げます。デブール兄弟が入ってきまして、はい、このフランク・デブールからクライファートっていうのがですね、はい、オランダ代表でもやはり一つの、まあ、ホットラインって言いますかね。さあシュートまでいけるか、あそこを早く使うっていうボールが出てくるでしょうね。さあこれ先ほど開始直後の場合かぶりしてしまったんですね。あそこ本当にバレンシアのですね、
ルキッチですかね、はい、非常にあのコースの抑えをしましたよね。ナルトニック、はい、一旦後ろへ下げます。バルセロナのディフェンス、こちらはアドリアン・イリエ、バレンシアの選手、右サイドへ回して、ナルトデブ、ここはですね、非常にファンファンが非常に厳しく言ってますよね、はい、あそこはやはり余裕を持たすとですね、あそこからいいボールが出てくるってことを知ってますからね、はい、ちょこんと前に出したボール、これはうまく取りません。セルジ、左サイドバックの選手ですね、非常に攻撃的に前に出てくる選手です。まあ、チャンスと見たらどんどん前に出てきますよね、はい、アルサレスからのボールはミスキックになりました。こちらがバレンシアのキーパー、カニサレス、ダニエリ監督、去年のシーズン途中からバレンシアを率いています。今度は左サイドからの攻撃になります。開始直後は非常に展開早かったんですが、ここにしてちょっと中盤でボールが止まるところが増えてきました。そうですね、バレンシアの方がですね、はい、非常にいい、ディフェンスラインを敷いてますから、こういう長いボールを入れるしかないというのは展開になってますよね。さあチャンスになる、先ほどからこのクライファートが決定的な場面に絡みそうになるんですけれども、そうですね、まあ、彼とこのリバウドがですね、はい、今日はまあ2トップのような感じですけどね。さあここで逆襲だ、バレンシア、アドリアン・イリエ決めた。これはバルセロナにとってはショックな失点ですよね、はい、そのクライパートがシュートを打てずに、はい、あっという間にバレンシアの逆襲、メンディエコからアドリエリエの右足ゴール、本人5点目のゴールで1対0、アウェーのバレンシアがリードです。まあ、表情ほとんど変えませんけれども、そうですね、まあ、これほどですね、まあ、このパスがで数的ができてますからね、はい、からちょっとフランク・デブルが寄せが甘かったですね、メンディエザからアドリエリエ、はい、2人に囲まれるんですが、まあ、このシュートはやはりちょっとインにかけてですね、はい、スピードが落ちないでいいシュートでしたね、前半4分、アドリエリエのゴールでアウェイのバレンシアが1対0でリードです。突破できるか、バルセロナディフェンス登録の選手が5人という、その5人のディフェンスなんですけれども、加藤さん、はい、どういう形になっているというふうに見ればいいんでしょう。まあ、3人センターバックはですね、はい、ほとんど、まあ、10ヤードぐらいの距離を維持していますし、その横に、まあ、サイドハーフですかね、まあ、下がってくるときと上がるときあるんですけど、はい、まあ、その前のですね、まあ、1番のファリノと6番のミディエーター、はい、この2人がやはりディフェンスをしっかり、まあ、作ってますよね。このボール合わせられるか、チャンス、ディフェンスの戻りが非常に速いバレンシア、リバウド、それからフライファートという2人が前に出てくるんですが、あっという間に相手のディフェンスの人数が多いという状況になりますね。そうですね、非常に固く守って、はい、その速攻という、まあ、自分たちの特徴をですね、先ほどの、はい、先制の場面です。これはちょっとバルセロナのサポーターも選手も予想してなかったんじゃないですかね、こういう展開になるとはね。しかし、まあ、そうしますと今日のこのバレンシアはしっかり守った後にいかに速攻であのようにボール出せるかというところでしょうか。はい、まあ、そうでしょうね、まあ、この辺非常に中盤にボールつなぎのボールが入った時には厳しくいってますから、はい、こういう長いボールが立ち上がりから多いですよね。それだけやはり中盤
選手同士の距離を空けないでですね、はい、非常にこう密集したディフェンスをディフェンスラインを作っているということですね。ディフェンスライン戻しましたフランクデブルト、左のセルジ、ここも厳しくいってますからね。この両サイド、コクーと右のロナルド・デブル、はい、この2人に行ったときはかなり厳しいですね。今日のバルセロナはディフェンスには左にセルジ、そして中央にフランク・デブール、アベラルドといるわけですけれども、そして右にロナルド・デブール、左のコク、この辺りにうまくその早くボールが入っていかないといけないと。そうですね、ちょっと後ろでボールをゆっくり回す時間が多いですから、まあほとんど中盤に出てきた時はもう狙われてるって感じですよね。このように中盤でお互いボールの奪い合いというのが非常に多くなっています今日の試合。3人、4人といますね。そうですね、真ん中の3人の距離は非常に短いというんですかね、まあ、それに対してバルセロナの方も同じ3バックですけども、はい、ちょっとその距離がですね、甘いという感じはしますよね。そしてちょっと気になるのが、その左サイドのセルジが攻撃的に前に出る場面が多いですね、はい。まあ、ロナルド・デブル、あ、フランク・デブルですか、守ってくれるだろうという感じがありますよね、はい。ここはディフェンスのクリアミスでコーナーキックになります。現在1対0でアウェイのバレンシアがリード。アドリアン・ギディエのゴール、コーナーキックを取ったのがバルセロナ。蹴るのは得点マークをつけているグアルディオラ。カニサレスがこれ止めます。ここからバレンシアが早い展開に行く。早いですね。クラウディオ・ロペスが前に行って、それをスルーして左サイドに出す。シュートまで行けるか。最後シュートまでは行けません。キックが出ました。この位置までクライフハートが下がってきています。そうですね。しかし今はバレンシアの今日の試合の狙いっていうのがですね、明確に出ましたよね。はい、まあ、コーナーキックからですけども。ここでまだ選手が2人しかいませんバルセロナ。それに対してディフェンスはすでに4人。リバウド非常にその個人の能力も高いんですが、はい、この数的不利というのはなかなか突破はできませんね。そうですね、まあ、ほとんどバレンシアの方の3バックというのは形を崩さないでですね、まあ、あんまり中盤のつなぎとかにも入りませんし、今この下の方に映っている3人です ね、この位置がほとんど変わらない、はい、ということなんですね。合わせるような感じで3人がいるという状況になっています。 そのバレンシア、白いユニフォームのバレンシアが1点をリードしています。1対0、前半4、アドリアユニアのゴール。なかなか攻め手が見つかりません。バルセロナ、このサイドに出た時、はい、ファンフランも含めてですね、非常にパスコースを消してますから、この辺もですね、きちっと行ってますから、この辺の出どころをですね、はい、早め早めに消してるっていうことが、こういうふうにもう、まあ、横パス横パス、前ボール出ていかない状態を作ってますね、はい。今ようやく前に出ましたが、ここで横に出るところをメンディエータがカット。ちょっとボールが長すぎました。しかし今長すぎたんですが、ああいったボールに非常にそのスピードがあるクラウディオ・ロペス、はい、アドリアン・イリア、アングロといいますね。まあ、この辺はバルセロナの方はやはり自分たちがボール支配している時間長いですから、はい、まあ、その間にですね、逆にこう隙が生まれるというんですか、そういう展開になると思いますよね。なかなか中盤と右にいるロナルド・デブールのところから効果的にボールを出すことができません。ミスパスっていうんですかね、はい、パスカットされる確率が高いボールが出てきますよね。
バルセロナの方は待望のレブール兄弟が加入して、今日がその加入してから6試合目になるわけなんですけれども、そろそろフィットしてほしいところですかね。まあ能力的にはね、問題ない2人ですから、あとはどう噛み合うかっていうところですけどね。今の場面です、ここでリバウンドから出たボール、スカル、まあスルーしたのかなと思いましたね、トラックミスみたいですけどね、今ね。地元出身のオスカルにボールが渡るところ、ひときわ歓声が大きくなります。バルセロナのホーム、カンプノー、8万人のお客さん。先ほどのそうですね、ここからのカウンター攻撃、コーナーからですね、ここでクラジオルペスがギャーッと打ってカウンターですね。これはあのクライファートはここまで戻ってきてますからね。このような形になるのが今日のバレンシアの一つの作戦かもしれませんね。もう明確にそれをもう狙ってると思いますね、まあ、速攻かけるときでもですね、しかし少ない人数でやはり行けということは言われていると思いますよね。今でもまあ3人でもう攻撃の形を作ってますよね、なかなかこの画面の左側のホームのバルセロナが右に画面を動かすことができないという状況になっています。そうですね、やはりバックラインで繋いでる時間というのはものすごく長いですね、こちらファンハール監督。白いユニフォームアウェイのバレンシア、アドリアン・イリア、今日先制ゴールを決めています。ボールが飛びかけた危ないところ、アングロがスピードを生かして入っていきまして、そうですね、今フランク・デブルがですね、ボール自分で取れたんですけども、そのままスルーしましたけどね、まあよっぽど確信があって、キーパーに任せたんでしょうけども、際どかったですね。アングロがもしかすると予想以上のスピードで入ってきたという感じなのかもしれませんが、ギリギリのところでヘスプがキャッチするということになりました。これチャンスが作れるか、しっかりボールを止めます。バレンシアのディフェンスライン、また中へ入れます。後ろに下げます。中央からの突破を試みるバルセロナ。この辺りディフェンスとしてキーパーのカニサレス落ち着いてますね。そうですね、まあ、しかしああいう風に真ん中から行くと、あそこをやはりこじ開けるのはなかなか厳しいと思いますよね、少し濃くドナルド・デブラ、パリが右サイド、左サイドからゴールラインに近いところから折り返したいところでしょうかね。今左から濃くの長いボール、このボールを生かすことができるか、中に折り返したところ右へ、何か今ボールを出した後に首を振る場面が見られましたけども、そうですね、まあ、前とタイミングが合わないってこともあるんでしょうけどね、まあ、ほとんどバレンシアのディフェンダーにパスを狙われているっていう感じですね。ホイッスルがありました。メンディエタが倒されました。こちら21番ルイス・エンリケ、このルイス・エンリケも今季非常に好調です。ここまで7得点を挙げています。彼は右サイドをやったり左サイドをやったりですね、まあ国空も一緒なんですけどね、どこでもできる選手ですね。ボールカットからチャンスになるバレンシア、メンディエタ、クラウディオ・ロペスからメンディエタへ、打てるか、シュートまではいけません。何かこうシンプルにバレンシアの方がゴールマウスへ向かっているのが難しくて感じがします。本当にどっちがあのボールの可能性が高いかって感じ、バレンシアの方がやはりボールへ向かってますし、シュートまで行く確率が高いんじゃないかなって感じがします。右からのボール、シュート打ち切れるようになるんです。なん
逆にあのバルセロナはボールを捉えた後ですね、相手をこうスピードに乗らせるようなスペースをですね、はい、与えてますよね、はい。まあ、この辺は厳しく言ってますけども、ここは笛はありません。3人のディフェンスライン戻してキーパーハニサです。レアルマドリードが復帰してきました。今季は全試合して24試合目そうですね、きちっと消してますよね。結局この左側にもう一度ボールを回せざるを得ないという、はい、しかし国空もですね、あそこから前に行けないんですよね、まあ、これは本当バレッシュの方が明確にそういう戦術ゲームスの意識っていうのをここでみんなが持ってるんじゃないですか。今のもちょっとバスパスが中途半端になってしっかり足で止められない、はい、ですからほとんど縦へ出るボールはペナルティの前、はい、ボールの真ん中っていう感じのボールしか出てこないですね。非常にいい追い込みっていうんですかね、はい、パスコースの消しをしていると思いますよね。先ほどちょっとこの足を痛めたというジェスチャーを見せていただきました。チャンスが作れるかバレンシア、左に出してクラウディオロペス、クロスボール、なんとか今アベラルドが頭で決めました。そうですね、しかし今でもクラウディオロペスは完全にフリーですからね。こういったスローインも簡単に通ってしまいます。そうなんですね、寄せが甘いですね。まあ、グアウディオラがディフェンスの前にいまして、ルイス・エンリケも今日真ん中いますけども、この2人はやはりちょっと厳しさが足りないなって感じしますね。パスカットからチャンスが作れるか、シュートできた。リバウンドの今の表情を見ていても、ちょっと、はい、なんかうまくいかないなっていう感じがありますけどね。もうほとんどもうシュートコース消されてますからね。ここは繋がりませんでした、バレンシア。こういった長いボールが相手にすぐ取られてしまうんですね。そうなんですね、ですから後ろから出るボールはほとんどサイドからでも真ん中へ行くという感じですから、ボールを奪い返すのがこの白いユニフォームのバレンシア。ここからなかなか展開できません。そうなんですね、何回もありましたけど、今のようにロナウド・デブルがですね、はい、切り返してもうバックパスしかないと、非常に何て言うんですか、もうこの辺でもフォワードの選手でもコースの切り方が徹底しますね。左サイドにボールを展開します。ここから中へ長いボール、こういうボールなんですよね、ほとんどが。加藤さんおっしゃるように、そのバレンシアは3人の選手、カルボーニ、ビキッチ、ヨルクルンドほとんどこのチームに必ずいると。そうですね、ですからサイドからでもやはり真ん中入れてくると、私そこにはもう3人はきちっといますよっていう形を作ってますから、安定してますよね。これは先ほどのリバウドのシュートの場面、ここもしかしシュートコースをやはり消してますよね。消されてますね、ですからキーパーも余裕を持って、はい、対応してるって感じですよね。ここもタイミングが合いません。ほとんどサイドにボールが行くってことになってですね、今みたいにもボールの前、ペナルティエリアでもボールの正面ロペスはそのシュートだけではなく左サイドからいいボールを供給してますね。そうですね、まあ、最初真ん中にいるんですけども、はい、左にスッとこう開いたところでフリーでボールを受けてますからね、今日はこのディフェンスラインでのボール回しが多くなっています、はい、セルジー、セルジー、ガンクレブー、ここへ行ってもやはりもう縦のコース、はい、消されてるんですよね。
どうしても真ん中、真ん中っていう感じでしょうか。右に展開。ここのやはりサイドをコクとですね、今のロナルド・デブール、この2人をですね、きっちり抑えているということがやはりディフェンスの安定を作ってますね、はい、そのロナルド・デブールにはバレンシアの3番のファンフラン、非常にその守備的にも攻撃的にもいい面がありますね。そうですね。ここも中央を通りません。いいリズムで攻めているのがバレンシア。右から次行きます。14番のカルボーニ、珍しく前に出てきました。ボールを取ったらリバウド取りました。これは完全に止めに行きましたね、あの辺りはそのやはりリバウドの技術スピードというのが、ここでまあ入れ違ったらピンチだっていうことで、このハリノスがファール。ダニエル監督は非常にこの気合が入った感じですけれども、ここまで5位のバレンシアを率いているこのダニエル監督、ただ今日はなんか手応えはあるんじゃないですかね、しっかりあの自分の立てた戦術通りに行ってるって感じはあると思いますよ、ラビオラからのボール、これは全く、ちょっと珍しい、ラビオラにしては珍しいミスキックになりました。そうですね、まあ、誰かがあの後ろの遠いサイド、ファーサイドに回るっていうことを思ったんですかね、選手誰も入っていきませんでした、みんなの前に来ましたけどね、さあこう今度は逆に相手がミスの後にチャンスを作っていました。アドエリアから、ここも今マスクが出てこの時は得ましたけれども、サウル・ロペス、イニエというこの2人のボールを出し、そして突破するという、このプレーは脅威でしょうね、まあ、あの最終的には止めてますけども、本当に際どい場面だっていう感じを作られてますからね。またディフェンスラインにボールを戻しました。フランク・デブールから左のセルジ、セルジから中へのボール、グアルディオラに通らない、ボールをカットしたのはバレンシア、ボールを前に出す、メンディエタ、前です、メンディエタシュート、正面、しかし今キーパーの手を強烈なシュートでした、最終的にはランプレビルが出席でマシンでしたけども、逆に累戦的に突破できるか、止めたのはアンジュロ、右の攻撃的な位置にいるんですが、ここまでディフェンスでも戻っていく、まあ、今はいいキャップでしたしね、今日のバレンシアは全員で守って、そしてそこから素早く攻めると、ここをまあ画面の、出てますけど、真ん中これは硬いですよ、4人います、そしてさらにそれをサポートするように選手3人がこの非常に下がった位置まで来て、ここまで1対0でアウェイのバレンシアがリード。まだバルセロナは決定的な場面が作れませんね。本当ですね。左側からボールがなかなか出てきません、今日のバルセロナ。非常にこのしっかりと相手についてボールを奪います。バレンシアチャンスになる、クラディロペスシュート、足で今何とか止めました。ヘスク、本当にこれももうたじたじっていう感じですね。早く攻めたいバレンシア、今もフランコートがないとこうボールを追う時のスピードが足りないような感じがあるんですね、先ほどのシュートの場面、ほとんどこのスパイクの先でしょうか。そうですね、シュート打てない、こういう感じが多いですね今日のゲームはね。まあ、押し込まれてますけども、そんなに危なくはないですよね、この辺安定しますから。このボールが左側のこのピッチの方に行ってしまう。
何か今日のバルセロナおかしいなという感じがあるんですか。そうですね、ボールはだいたいグアルディオラからどん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 出ていくという感じがあるんですけども、今日はやはりフランク・デブルが持って、そこがもう一つ後ろのラインが攻撃の起点になっているような感じですからね。サイドにボールが出るんですが、その前に選手がいません。左に展開して奥から中へ、ここも数的優位バレンシア。今日は特に左側から何度かボールを上げていますが、ちょっと目立たない感じがあります、はい、まあ、動きながらというんですかね、流れながらプレーしている場面ほとんどないですよね。やはりその止まってそこからまあボールを相手を見て出してという形で、相手もそうすると守る余裕ができてしまうということですね。シュート来た、際どいシュートだったんですよ。これそのまま触ってますよね。はい、フラキックになります。今のはいいシュートでしたよね。ガルディオラから落としたところをシュートできた。もう一回打てるか、また中に入ってきた。もう一回ガルディオラに出す。ガルディオラが中に入れる。ヘディングの競り合い、落としたところ、クライファート、クライファート、打った、決まった。ようやくクライファートが決めました。1対1の同点。あ、ここでちょっと見えていますね。何でしょうか、そのボールを渡さない。そうでしょうね。カルタレスがボールを持っていまして、はい、ルイス・エンリケが非常に激しく詰め寄っていましたけれども、ホームですから、もう1点取るぞというのすぐあのキックオフのところに、持っていこうと、したんでしょうけどね。この同点に追いついて勢いもあって、さあそれからもう1点取るぞと、ね、今の場面です。このキックから蹴り合ったところ、もう一度ガルディオラが中に入れました。ここで競って、このボールを、ここでうまいフェイント入れましたよね。1回シュートを打つと見せたんですか。はい、それに反応しましたが、ただこれはもう本当にコンパクトな振りでですね、まあ、彼のそのボールタッチの柔らかさっていうんですか、背中に目がついてるようなシュートだったですね。オランダ代表、国の代表という選手の片鱗というのがやはりありますね、はい、1対1になりました。前半の30分にバルセロナクライファートのシュートを決めました。1対1、クライファートは自身7点目のゴール。今のシュートは打つっていうよりも、もう流し込むっていうような感じのシュートでしたね。非常にシュートですね。綺麗なゴールでしたね、はい、クライファートです。なんかこう落ち着いてきたっていうか、そんな感じですよね。前半4分にまずバレンシアがアドリアン・ギアのゴールで、何か早い段階で取られてリズムが悪くなりましたかね。そうですね、それはあったと思いますよね。今日はこっからの攻撃が早い。アングロ23番一旦後ろに下げて、ロッシュ、ロッシュが左サイドにボールを出して、ファンフラン、ファンフランには通りません。もう一度左サイドのファンフランに出します。おっと、アベラルドが顔を蹴ってしまいましたか。そうですね、ちょっと足パタッと入りましたから、バレンシア3番のファンフランかなり痛そうです。そうですね、イエローカードがありました。アベラルドに対するイエローカード、アベラルドは2枚目。先ほどのゴールの場面です。そうですね、このシュートは本当に綺麗なボールですね。そしてこのボールをキャッチしたところに、アベラルドがすぐにボールをよこせと取りに行ってしまったんですね。これでカニサレスもちょっと腹が立ち
ちましたね、これは。あ、その後にルイス・エンリケが入っていったんですね。今返そうと思ったのに、それを打ったという谷崎さんの気持ちも分かりますね。本当そうですね。こちらはバルセロナのベンチ。そして今のプレー、あー、顎ですかね。これはですね、これはもう先だ、もう先だ、はい、ちょうど今カメラが切り替わったところだったんですが、はい、あ、どうやら口のあたり切ってますよね。そうですね、今治療しています、はい、今ピッチの外に出ているのはバレンシアの3番左サイドのフォーバックフランクランです。1人人数が多いところでバレンシアがチャンスを作れるか。1人でしか前に進めなかった、周りのサポートがありません。同点ゴールを決めたクライマー、ちょっと勢いが出てきたかなという感じがありますけど、同点に追いついて、それもようやく本来の形、はい、まあ、この辺でこうどんどん寄せてくるっていうかね、それほどなかったですよね。1枚で下がってきてディフェンスのところにいますが、あー、出血がかなり口の中でしょ。そうですね、これあのスパイクとか当たるとですね、自分の歯で唇の中を切るんですよ。なるほど、はい、僕も1回ありますけどね、はい、外からポンと当てられたときって自分の歯で切ること多いんですよね。アドミア・イレイがそこでのボールの回しになった。危ない場面、メンディエタから前へ、オフサイド、これは完全にアングロが前に出ていきました。これは完全にこう映像でビデオで見てみますと前に出ているのが分かります。今日は本当に多いんですが、はい、ただここ3人がですね、非常にこの距離を、いい距離を保って、ディフェンスライン引いてますから、なかなかあそこを簡単に割るってことはできないと思います。ここからいい形を作りたい、中央へ行きました。すみません、笛がありました。リバウドが倒されました。同点ゴールの場合、聞きましたけども、まあ、本当にビューティフルゴールで、綺麗なところですよね。フリーキックはリワード、そしてクライファートが横にいます。失礼、クライファートであるグラビオーラが横にいます。リバウンドが蹴るのか、これは5人、距離が遠かったですけど、まあ、コースはね、いいコースね、非常によくコントロールされたものですね。同点に追いついてから少しこの良くなってきた、はい、バルセロナですね。これ上から見た先ほどの同点ゴール、本当にあんなにあの敵がいるんですけどね、一瞬短い足の振りでやはり流し込んだ。口の中、もしくはその口の周りを切ったパンフランスが中に戻っています。出してこれが止まりません。止まりませんでした。上空から見たバルセロナのホームスタジアム、カンプノウ、非常に大きなスタジアムですよね。一番上の方が選手が、選手の表情なんか見えますよね。それでもその雰囲気だけでもということなんでしょうね。雰囲気が競り合う。左サイドにいい形が作れそうだ。クライファート、同点ゴールのクライファート、今ベンチが出てきた時に
レンシアのフリーキックになります。現在1対1、前半30分にホームのバルセロナがクライファートのゴールに追いついています。クラウディオ・ロペス、クラウディオ・ロペスが自分で持っていく、シュート決まった。非常にシンプルというか、なんというか本当に効率よく、はい、取ってあげてますね。ここから入ってしまうのかという感じで、2対1、アウェイのバレンシアが再びリード。まあマリオでもフリーしましたよね。今クラウディオ・ロペスから一旦アングルへ、そしてクラウディオ・ロペスに渡って自ら持ち込んでゴール、自身12点目。これはもうコースは申し分ないですけども、ここでセルビをかわしてフランク・デブルももう少しやはり前に寄せるということをしないと、楽にまあシュートをさせますね。セルビをかわして、そして結局はアベラルドと、これまでこのバレンシアとバルセロナというのは国王杯という大会で戦いまして、バレンシアが2連勝しました。その時もクラウディオ・ロペスがフリーキックということになっています。クラウディオ・ロペスがゴールでアウェーのバレンシアが2対1と再びリードしています。バレンシアがバルセロナ用の戦い方をちゃんと準備しているみたいですけどね。ロナウドデブルの持ち味ですね。今日は初めてですね。もう一度中へ。カニサレスが弾き飛ばされた形になりました。一周したその選手たちの中にキーパーカニサレスが今の場面です。ジャンプして取りに行くときに、今オスカルです ね全然ボール見てなかったですね。オスカルがそのお尻でぶつかっていくような形になりました。これはクラウディオ・ロペスのボールで少しゴール、キーパーもちょっとブラインドになってるかもしれないですね。はい、大喜びのクラウディオ・ロペス、アルゼンチンの代表選手。何かそのワールドカップ、今非常にこの選手は自信を持ってプレーしてますよね。そうですね、今日はちょっとあのフリーにしすぎっていうんですかね、バルセロナが自分の思い通りのプレーができているのがクラウディオ・ロペス、逆にやられてるなというのがアベラルド、フランク・デブール、この辺りでしょうか。はい、ただその前のですね、中盤のディフェンスがあまり良くないと思いますよね。クラウディオラと、それからイエローカード出ました。メンディエタに対するイエローカード、ライファートを倒してしまいました。こちらがメンディエタ、5枚目のイエローカードですから、スペインリーグですと5枚目が出ますと、その後評議会に開かれて、出場停止かどうか決まりますけれども、これはメンディエタが出られないとなると、バレンシアもちょっと苦しいですね。まあ本当に中盤のダイナモで攻守にわたって効いてますからね。前半の41分の場面、リーキック、バルセロナ、おっと際どいところにボールが飛んできました。入っていったのは5番のアベラルト。グアルディオラのフリーキックにアベラルトが合わせました。ここに外れました。2対1とリードしているバレンシア。今の場面、グアルディオラから、これはスピードのある低いボールでしたけど、本当にギリギリじゃないですかね、今もね。大きな場面を逃しました。ホームのバレンシア、速いリスタート、バレンシア、アドリアン・イエ、アドリアン・イエが中に切れ込んでいく、突破できるか。ここはディフェンスの人数が多かったのがバルセロナ。ああいうふうにグアルディオラがまず行って、その後フランク・デブルにカバーするっていう場面をいかに作るかですよね。そのまま中盤の抵抗がないまま最終ラインに来てるっていう感じですから、今日はね、その非常に能力の高いフランク・デブルを食べられると、そのあたりちょっと任せすぎていたという感じもあるんでしょうか。ちょっと距離がやはり長いという感じがありますね。スローイン、もう1回
スローインになります。バンクラないボール、もう一回スローインになります。18番の選手がタルトです。そしてディフェンスラインにいるのはフランク・デブ、双子の選手、ドナルドがお兄さん、フランクが弟。オランダのアヤックスから途中に電撃移籍してきました。なかなかこの辺りからボールが動きません。ようやくバルセロナのボールになります。これはクラウディオ・ロペスの勝ち越しゴール。有効性いってますけどね、ぎっきりのところですよね。後ろのサポーターがなんと言うのかという感じでしたね。その辺りはそのキーパーのヘスク、それからディフェンスのフランク・デブール、アベラルシ、声の連携というんですかね、その辺りどうなんでしょう。そうですね、まあ、ただスピードの球はですね、そのままの勢いで来てますから、なかなか声がありますと、このカンプノーのホームだけに大きな拍手歓声が出ますけれども、そうですね、どうしてもこう感じですね。そこから一ついいプレーがあっても、それを2つ3つと止められない、はい、人は同点ゴールを決めたクライファートなんですが、今の最後は引っ張るような形になってパリの人を倒してしまいました。終了のホイッスルです。アウェイのバレンシアが2対1でリードをしています。それでは前半のハイライトです。まず前半の4分、イリエが先制のゴールを決めました。これは バルセロナはショックな失点でしたよね。右のサイドにいるメンディエタからのこのいいところにパス出ましたよね。これは本当に初めてのシュートじゃないですかね。しかしここにコースがですね、これスローで来ますけど も外側からギャーッとゴールに入ってるシュートですから、ドナルド・デブルも来てたんですね、はい、そして27分、クラウディオ・ロペスの、シュー
とヘッズが足でなんとか止めた場面です。こういったスピードを生かしてきますアルゼンチン代表、そのままスピードに乗ってシュートを打たれてますから、まあ、しかしキーパーよく止めましたよね。そして30分、バルセロナがコーナーキックからチャンスをつかみます。混戦になります。そして1回グアルディオラにボールを戻します。コーナーキックを蹴ったグアルディオラ、それが中にボールを入れます。また混戦になります。そしてクライファート、これは彼のやはり、まあ、柔らかさっていうんですかね。これでようやく同点に追いつきました。この前に左にいると揺さぶってますから、まあ、その分ちょっとこう、まあ、対応しきれなかったなっていう感じはありますけども、しかしあの狭いスペースで、このシュートは見事でしたね。ここはクライファートを褒めるというような場面でしょうね、はい、また別の角度から一回フェイントをかけてから、あのフェイントが効きましたけどね、はい、そして38分、クラウディオ・ロペスから一旦アングロ、そしてクラウディオ・ロペス自ら持ち込んでこのシュート、これで2対1再びリードのバレンシア。非常にいいプレーでしたね。そうですね、この場合にフェイントが、まあ、また効いてますけど、このシュートも本当にポストの根元に当たってますからね。クラウディオ・ロペスのヒットが生きたプレーでリードしました。スペインリーグの第24節、バルセロナ対バレンシアの一戦です。解説は加藤千さん、実況田中智樹でお伝えしています。さあ加藤さん、はい、前半を2対1でアウェイのバレンシアがリードして、ここで選手を変えてきました。ファンフランに変えて18番のポペスク、まあ、これはあの前半負傷したというところもあるんでしょうか。かなり口からこう血を流しましたから、はい、まあ、あの影響でしょうね。左のサイドディフェンスライン、まあ、少し攻撃的な位置に入っていたファンフランに代わって18番のポペスク、ルーマニアの代表が入りました。バレンシア、一方のバルセロナは選手の交代はありません。そして今映っているのがバレンシアの16番ロッシュ、この選手は元フランス代表で今シーズンから入ってきた選手です。そして初スタメンの地元出身オスカル、オスカルが前半あまり目立った動きはありませんでしたね。そうですね、ほとんど画面に出てきませんでしたからね、今日の審判主審はガルシア・アランダ、今日はこのグラウディオラ点マークをつけていますが、やはりこの選手からいいボールを出したいのがバルセロナですね。ただここの中盤で非常にバレンシアのディフェンスいいですから、はい、なかなかあのグラウディオラが前向いてプレーしてないですね、上空の後線からの映像でキックオフを待ちます。第1とまずバルセロナですが、早い段階でなんとか同点にというところですよね。そうですね、後半が始まりました。ホームですからね、ここでは負けられないという思いは強いと思いますよ。ホームのバルセロナ、おなじみのこのエンジとブルーの半分ずつのこのユニフォーム、そしてアウェイのバレンシアは白いユニフォームです。ホームのバルセロナは選手変わっていません。ゴールキーパーです。オランダの代表選手。ディフェンスにはセルジ、フランスリーグ、アベラルド。セルジとアベラルドがスペインの代表。フランスリーグはオランダの代表。そして中盤の底の方の位置にはグランディオ。中盤左にホック、オランダ代表。右にはロナルド・デ・ブール、オランダ代表。そしてルイス・エンリケ、オスカ、クラウス・クライファート。このうちクライファートがオランダ代表、リバウドはブラジル代表、ルイス・エンリケがスペイン代表、そしてオスカルがオランダ五輪のスペイン代表と、これだけのタレントが揃っているわけですから。そうですね、見てる人にとってはね、素晴らしい選手が出てきますね。うまくボールを前に出せば、2選手、ここはハンドじゃないかというアピールがありましたが、ぜひ取りません。ここまで首位のバルセロナ、前節は今季好調のセルタと0対0のドローに当たりましたが、
それまで8連勝とチーム状態が決して悪いわけではないんですよね。そうですね、まあ、上昇気流に乗ってるっていうところですよね、ですからその好調さをこの後後半どういうふうに出していくか、これは先ほどの場面ですけれども角度によって当たってますが、はい、当たってますけど、まあ、故意じゃないっていう判断ですよね。そして一方その好調バルセロナをここまで2対1とリードしているバレンシアなんですけれども、ファンクダンに代わってポペスクが入りました、はい、ディフェンスラインは、まあ、キーパーカニサレス変わりません。スペインの代表選手、はい、ディフェンスはそのカルボーニ、ジュキッチ、ビオルクルンドが、これがそのゴールエリアの前に3人いるという感じでしょうか。そうですね、カルボーニが左サイドに出たような感じですけどね、はい、そっかりあの右サイドの中盤やってたロシュが真ん中の左に来たんじゃないですかね、そうしますとファンフランが抜けたところにその元イタリア代表カルボーニ、そうですね、そして、はい、5番のジュキッチ、ユーゴスラビアの代表、はい、14番ビオルクルンド、スウェーデン代表、はい、そして16番ロシュ、元フランス代表の3人が真ん中、はい、これは真ん中になったみたいですね、そして中盤には6番のメンディエタ、ウクランドのスペイン代表、そして変わったコペスクなんですが、コペスクはまあ右のハーフみたいな感じですかね、そして前の選手は変わっていません。中盤に8番のハリネス、そして23番のアングロ、ともにシドニーオリンピックのスペイン代表候補、若い選手20歳と21歳、そして2トップにクラウディオ・ロペスとアドリアン、アルゼンチン代表のクラウディオ・ロペス、まあ、日本の3人もおなじみで、はい、日本の代表もやられたなという印象があると思いますけれども、そしてアドリアン・イリエ、ルーマニア代表、この選手もフランスのワールドカップでは4試合出場してコロンビア戦では得点も挙げています。加藤さん、後半に入って流れは変わってるんでしょうか。そうですね、ちょっとあの中盤早めにチェックに行くような感じが出てきましたけどね、はい、カルボーニが今かなり前に出てきています。前、セルジがボールを前にします。非常にいいゲームをしていると思いますよね。あのかなり際どい場面も作ってますし、まあ、固く守っていながらやはりその勝ちに行くっていう感じは出てますよね、うん、守るだけじゃなくてですね、逆にバルセロナの方が、まあ、引き分けでもいいっていう感じはあるんじゃないですかね、この試合はね、うん、1連勝としては今日の試合を迎えているバルセロナですが、ここまでの順位はバルセロナ、そしてマジョルカ、セルビア、そしてリトルキボ、ラコデューロ、そしてバレンシア、そしてレアルマドリードが6位なんですね。これがちょっとね予想外なんですけどね。コーナーキックはもう一度ディフェンスビオルキルンドが頭で流れて、もう一度コーナーキックになります。コーナーキックはリバウンド。ゴールラインもありました。もう一度コーナーキックになります。
まりいいボールが入ってないですね。リバウドは、まあ、昨年のシーズンでは34試合19点で得点ランキング2位、ベストオブジェクト外国人最優秀選手にも選ばれたんですが、今日はそのキックの精度が最優秀選手にもないのかもしれません。それとポジションがですね、もう少し左に開いたところにいつもあのポジション取ってますけど、今日はやはりクライファートが真ん中にいて、真ん中にいつもポジション取ってますからね、いつもと少し違いますけど、今オスカルが相手の足を踏みつける形になってしまってファールを取られました。その今加藤さんがおっしゃったリバウドのその位置取りなんですけど、普段はですね、右のウィングの位置にですね、フィーゴという選手がいますけど、前節2枚に入れた出場停止で、代わりにオスカルが入ってるわけですが、オスカルがですからトライファットとリバウドのちょっと後ろにいるっていう感じで、2人がやはりあのリバウドも今日は真ん中でプレーしますから、どっちかって言ったらタッチライン際で前でもらった方が彼の良さがきますよね。左からのクロスっていうのも威力がありますしね。そしてそのフィーゴがいないことでロナルド・デ・ボールからのボールというのがそのタッチライン沿いに出るということも今日ほとんどありますよね、はい、中へこのボールが入っていきますバルセロナ。これはどうなんでしょうか、自ら中にそのボールを寄せてチャンスを作ろうとしているのか、はい、それともバレンシアの守備がそうさせているんでしょうか。もう明確にそういう狙いを持ってですね、サイドコクとロナウド・デ・ブールは、あそこ行った時はもう縦にフィードさせないと、真ん中にパスを出させるっていうディフェンスの仕方をしてますね、はい。後ろから倒す形になりましたが、笛はありません。これも少しになりました。いや、これちょっと倒れてたんで出したんじゃないですかね。倒れているのはバレンシアのキャプテン、エヌビエタ。これ後ろから、ルイセンリケ、体当たりされる形、まあ、ボールほとんど見てないできましたから、はい、このあと選手の交代がありそうです。両チームともにここまでかなり運動量も多い展開になってますので、はい、後半に入ってどこで選手をその使ってくるか。そうですね、バルセロナもやはり攻撃に変化をつけたいところですしね。このボールに走ります。確かに今日はこのリバウドは真ん中あたりからの攻撃が目立っています。そうなんですよね、今日はね。パス回しはこの後ろの日本バレンシアの方はやはりいい感じがあります。守ってカウンターで攻めるという戦術を唱えているわけですが、今日は見てますね、はい、本当にしっかりしたディフェンスを敷いてますし、その後の攻撃もね、非常に速攻がうまく動きますよね。バレンシアがリードしています。同点となるゴールを決めている第3号、先ほどのアンドロのシュートの場面で、かわしていったところで空振りになりました。これは突風ですかね、ちょっとこうタックに入ったんで、はい、ボールがシュートする瞬間向こうに行ってしまいましたけどね。そのボ
ールへきっちり足行っていましたので、はい、プレーはありません。ギリギリのプレーでしたね、はい、あわや1点追加されるかというラブセルラにとってはヒヤッとする場面。このあとにそのここが入ってこなければならないというところ。そうですね、本来ならば、まあ、真ん中のグアルディオラ、はい、優勢に向けあたりがあそこに絡むっていうのがね、ちょっとバランス崩しているようなところがありますね、先ほどガルソラガのベンチで前連が準備しているのが見えました。交代が同じくそうです。前連がリードするというガルソラガ、後半に入ってもやはりこれ綺麗にボールが繋がりません。はい、そうですね、一人がやはり非常に無理をしながらこう突破していこうとしますよね。ここも大事にしたいところ、あっさりボールを取られて逃げたかボールまで前へ出る。オフサイドがあるか、ない、オフサイドではない。ヒールパス、上まで通らない。まだチャンスになる。今度はシュートに行ったんでしょうか、ちょっと力のない。そうですね、ちょっとループシュートを狙ったのかなっていう感じ、それはうまくいかなかった、はい、2列目の位置からサリナスがこれシュートで来る。スカルです。そうですね、今は期待したでしょうね、ゴールをね。これは先ほどのシーンですけどね、はい、パスが出てもう少しパスが長ければというところです。そうですね、ゴールは高いですけども、今日は本当にこのバレンシアのディフェンスがセットプレーとしても集中力があります。そうですね、これもしっかりフリーの状態、まあ、ディフェンスのフリーというのもおかしいんですけれども、はい、楽にボールを飛んでますよね。今季正ゴールキーパーになったんですが、今日は2点を奪われてディフェンスのフランスループのアベラルの数字今日はちょっとうまくいけないと思いますね。そうですね、ちょっとこうバランス崩して2点を奪われてゴールの前に壁がある感じになっています。23番のゼンゼン、場内のブーイングがすごいですね。そうですね、まあ入る方はちょっと気の毒、これはあのテレビで見てる方に説明します。このオスカルというのは地元出身の選手、はい、あの非常にオランダの選手などが多いこのバルセロナで地元出身の選手が少ないだけに、さあチャンスになるか、シュートまで行くか、シュートだ、ループシュートはどうだ、ダメだ。ルイス・エンリケ、モスシターと今、大きく吠えましたけれども、惜しいシュートでした。今は本当、コースを狙ったな、非常にいいシュートでしたけどね、ほんのちょっと、カニサレスも完全に裏を突かれて、ね、本当ですね、ルイス・エンリケ、惜しいシュートになりました。バルセロナは、6番のそのオスカルに代わって、ゼンデンが入りまして、フィードで突破して中へボール、危ない危ない。バレンシアはヒヤッとするところ。そうです、助かりましたね今ね。今カニザレスが出ていたんですが、その前にディフェンスが足で止めに行って、はい、あわやオウンゴール。そうですね、これ抜き切らないでやはりこういうふうに早く上げたっていうのが、本当これオンゴール寸前でしたね。ヨルクルンドのクリアがポストに行ってしまいました。僕は左手ちょっと中に入りましたね、はい、今日は前半僕が左からボールを何度か上げるんですけれども、ちょっとしっくりいってませんでしたね、はい、で
ルイス・エンリケがちょっと中盤の前めに出ましたね。右はロナルド・ロドリゴ、エンリケ、中へ変わった前面ですが、非常にこのすぐの時間から機能していますね。地元のバルセロナのファンにとってはその自身オスカーがいなくなったのはそこのブーイングのように不満かもしれませんけれども、まあ、変わった前点が非常によく動いています。サポーターからああいうブーイングが出ると監督も何でしょうね。選手にしてみればそのブーイングを理解してやるんだということで、はい、力が入るかはありませんで、しかし、ディフェンスを突破することができません、バルセロナ。後半に入ってからオスカルに変えて前弦を入れて、コクーが、コクー、そして、ルイス・エンリケが少しポジションを変えたと、そうですね、ということで、はい、やはりその攻撃の形を少し変えていこうと、どういう狙いでしょうか、バルセロナ。そうですね、まあ、コクーが左サイドをなかなか突破できなかったんで、全然違う、まあ、マルチがあるんですよね、はい、まあ、結構強引な感じもありますけど、何かでもいい形を作ってますからね。その全然という選手もオランダの代表の選手、オランダ代表だというところであの順位になったんでしょうけれども、ただし、この98年のオランダの MVP も取っている選手で、はい、能力が非常に高い選手なんですね。ソリアはディフェンダー登録の選手。リードしている場面でのアドリアエリアに変えてディフェンダーのソリア、どの辺りで使うのかちょっとこのじっくり見てみようと思いますが、はい、ちょっと右サイドに、はい、まあ、ここに今いるのはカルフォーナ。相変わらずこのロナウド・デブール今持ってるね、はい、ここは自由にやらせてくれます。真ん中真ん中と追い込んできますね。ではなかった、はい、まあ、しかしカニサレスの今の、ね、ボール本当よく最後まで見てましたね。カニサレスがスペインの代表で代表でもようやく正ゴールキーパーになれたということで気合も入ってると思いますが、さあこの時間帯はバルセロナがチャンスを迎えている。オフサイドフラッグが鳴っています。選手が変わって少しバルセロナにリズムが出てきたでしょうか。そうですね、まあ、ルイス・エンリケがちょっと前めに来ましたんで、まあ、彼の本来のドリブルの力が出てると思いますね。ルイス・エンリケはスペインの代表で本来はセンターフォワードの選手で、そうですね、はい、まあ、どこでもオリンピックの頃は右のウィングみたいな感じでもやってましたしね、非常に器用で運動量もあり、はい、昨年のシーズンでは18点を挙げて得点ランキング3位。このルイス・エンリケが前面に来たことで前半に
比べてバルセロナが決定的な場面を作ることができています。これはオフサイドの判定。ちょっとこう攻撃に変化が出てきてますね、はい。にとって非常にその崩されたという感じまではないんでしょうか。そうですね、先ほどのやはり戦力リバウンドっていう、あれがもう本当にベースラインの裏をですね、破られたっていうのは初めての場面だと思うんですけどね、はい。そういったのがなかなか続けてチャンスを作れないのがバルセロナ、1点を追っています。アンドルフの前へ、パスボールに合いません。コーナーキックから、まあ、その後もう一度その入れるということでセットプレーのような形からの得点でした。そうですね、こういったセットプレー今日はこのバルセロナ大事にしたいですね。そして中の方にはその非常に背の高い選手が多いバルセロナですから、はい、頭に合わせるということもできますね。そうですね、まあ、直接狙うこともできる。壁に当たりました。今直接狙ったという感じですか。狙いましたね、はい。壁もしっかり作ってましたね、はい。長いボールこれも合わせる選手がいません。右サイドバレンシア、アングルから中へ行きます。サッカーでそのワンタッチもしくはそのトラップしないですぐに出すと、はい、ワンタッチ、ツータッチという言葉もありますが、それを今日できているのがバレンシア。そうですね、ボールの周りが速いですよね。今日右サイドで今一つ効果的にボールを出せないレナルド・デブル挟まれました。バレンシア左サイド、レナルド・デブルももうちょっとあの余裕を与えてくれるんですかね、スペースを与えてくれたらそれなりに中にいいボールを入れるんでしょうけど、あそこはもうボール持った時にはもう2人ぐらいカット来てますから、今日はなかなか難しいですよね、突破するのね。この辺りはまたチャンスになる。長すぎます。前にいる、シュートできた。前に選手がいましたが自分で打っていったベンディエタ、アトランタ五輪のスペイン代表。昨年のシーズンはオルテガというあのアルゼンチン代表の選手がいたんですけども、監督との意識がありまして、その代わりに右ウィングバックを務めて、このチームでは PK も来る、非常にですね、このチームの中でも中心的な存在なんですね、はい。非常にいい選手ですね、僕の勝利もいいですし、ディフェンスの方もいい選手になってます。しかしね、作れるか、バルセロナ、シュートだ。コクンが打ってきました。珍しく、ちょっとフリーになりましたよね。ちょっとミートしなかったですね、もう全く不利ですよ、ね。シート内側に固めすぎる形になりました、はい。2対1で現在は白のユニフォームバレイン、バレンシアがリード。ホームのバルセロナとしてはここまでその8連勝の後引き分け、そして今日の試合ということでまず同点、
はりホームですから勝ちたいところですよね。そうですね、まあ、なんていうんですかね、バレンシアとの戦争だけを考えれば引き分けでもいいというのはあるんですね。勝ち点差はなくて、ここはリスクが出てきて、ね、そうですね、オフサイドなんか出ていく、チャンスにできるシュート、ラウド、やはり中盤の前でですね、ルイス・エンリケが絡むと変化が出てきますよね。ルイス・エンリケから今フランカーがスルーをして、はい、リバウド得意の左足だったんですよ。自分から入っていく、右サイドに出してクロスボールには、倒された。笛はどうだ、コンテリーはないようですね。まあ、あれが得意になったらちょっと、ルイス・エンリケがこう自分に言ってますけどね、こうやったじゃないかと、自分で倒れたっていう感じもありますけどね。ガルシア・ランダから今日のメインゲートにコンテリーありませんでした。中にという攻撃になります、はい、外側からいわゆるオーバーラップをしてくるというような形が今日はほとんど取っていることないバルセロナの攻撃だから、クロスボールで中へ、アトさんがおっしゃるように点差のディフェンスが必ず中にいますよね。そうなんですね、あそこ真ん中3人のディフェンダーは本当にこういうのうまいです、はい、いいラインを敷いてますね。その価格バルセロナの非常に豪華なメンバーに目を奪われがちですけれども、バレンシアも非常にその代表選手もしくは代表選手じゃなくても、はい、非常に能力の高い選手が集まっている。そうですね、まあ、最終ラインの3人だけじゃなくてですね、その前の2人がやはり、はい、マリノスとミゲータ、この2人がですね、その前でやはり絡んでますから、最終ラインもなんとか持ってるっていう感じがありますけどね、はい、まあ、これは先ほどホイッスルのなかった場面ですが、まあ、バレンシアはその今はその3人中央にいるのはジュキッチ、ビオルクルンド、ロッシュということになりますけど、はい、年齢的にも非常に、28歳か33歳ということで経験、まあ、ベテランの選手ですよね、はい、この辺りで相手バルセロナの攻撃ゲームを非常に冷静に読んでいるのかもしれません。右にボールを展開します。1点をバルセロナ中へ、綺麗に絞りません。今のもこう焦って打ってる感じでしょうか。そうですね、まあ、抜き切らないうちにっていう感じですけども、なんかここがちょっとこう持ってないっていう感じがありますね。先ほど一度シュートを打った後も表情が冴えない感じに見えました、はい、ここでまた交代があるようです。テラデスが準備しています。背番号8番をつけた選手、バルセロナの選手です。セルジが代わりにつけました。まあ、これはやまれないだろうなって感じしますけどね。そうするとセラデスはグアルディオーラの位置にほぼ入るというふうに、そうですね、そのまま、はい、ポジションになりますか、まあ、ご覧のようにセルジがこの左手にキャプテンマークをつけています。左サイドバックのスペイン代表のセルジ、代わって入ったセラデスですけれども、セラデスもスペイン代表、
ですね、速いクロスを入れればチャンスは、ね、多く生まれると思うんですけどね。先ほどはいいボールが蹴れませんでしたリバウドですが、今度はどうでしょう。中央逃げていくボール、シュートが来るか、クロスが上がってヘディング、どうだ、際どいところ、なんとか逃れましたバレンシア。頭を抱えているのはアングロ、今はどうなんでしょうか、アングロに渡そうとしたのか、もう狙ってましたね、先ほどの場面です、ね、最後はディフェンダーがクリアしてますね、今のそして逆襲の場面、クラウディオロメスがいいボールしましたよね、もうちょっとこうタイミングが合わなかったっていうんですかね、はい、パスにしてちょっと強すぎたのかもしれませんけれども、はい、ただあそこはもう速いボールじゃないと取れませんから、まあ本当に触ったら1点っていう場面ですよね、今ね、クラウディオロペス、失礼しました、クラウディオロペスとアングロ2人で今速攻という場面でしたが、得点には結びついていません、2対1でバレンシアがリードしています。してくださいっていうボールがこぼれてきましたよね、今あの微妙に触って、はい、右足でね、はい、ちょっと残したような感じありましたね、ライターから決めて2回の同点、これはゴールキックになります。先ほどの場面フリーキックから中央にこの選手が密集している状態で、そうですね、でこの5番のアブラウドの足で、そうですね、なんか触ったボールがディフェンダーにまた当たってって感じがありましたけど、そしてクライクアートキャンチャー2回に同点、まあ、コーナーキックです。バルセロナが同点に追いついて、しかしこのクラウディオロペスの前に出るスピードを考えると、はい、ディフェンスラインも安心はできません。そうですね、またもう一度先ほどの同点ゴール、これは本当になんかいいところに戻ってきたという感じですけどね、またチャンスが切れるバルセロナ、先ほどより幅が出てきました、はい、もう一度中、またあのクロスもですね、ロナウド・デブル、今日はいいクロスになってませんね、あの辺からだともっと悪いボール入れてくるんですけどね、セルジオ攻め立ちました、こういう縦へのボールが出始めましたからね、自ら行く、はい、ここはクロスボール、ヘディングはどうだ、アニサレスが取りました、風に合わせようとします、はい、本来のこう攻撃の形ですね、出始めましたね、これはミサルス読んでましたね、はい、
からね。今もこの試合の前にやりましたそのスペイン国王杯でも、はい、あのフランク・レブルがクラウディオ・ロペスにやられてるんですよね。もうライブを上げるのかあるいはそのついていくのか、はい、ちょっとフランク側に見失いましたね。そして、まあ、結果的にこのクラウディオ・ロペスがほとんど一人で持っていったんですが、アングロもいいところに入ってきてました。後ろからあれを詰めてなかったら、はい、ゴールキーパーがやはり勝負してるね。それにしてもバルセロナいいリズムで、スミスバッテリークラークと呼ばれますよね。クラウディオ・ロペスの国王杯ホームアウェイで2点ずつ計4点、そして今日も1点、そして今の突破を見ても、はい、どうなんでしょう、このバルセロナに対して絶対の自信があるように見えるんですか。そうですね、ここで選手の交代です。ロナルド・デブールに代えてフォワードのアンデルソン、まあ、これはあの同点のうちに、ね、勝負に出るという感じがあったと思うんですけども、交代をこうこうしてちょっと危ない。カニサレスが自分の裏に上げられたボール、ね、変わって今日ゼンゼンは非常によく動いています。こちらが変わって入ったアンデルソン、少し我慢してくれればなという感じがあったんじゃないですか。先ほどの完全に裏を捉えてますね。そしてシュートでほぼ決まったかと思ったところ跳ね返りをアンドロ。アンドロもシドニーオリンピックのスペイン代表候補というだけあって非常にいい動きしてますね。そうですね、背番号10番をつけたバレンシアのシュワルツが準備をしています。スウェーデン代表のシュワルツ、どこに変えてくるか。そうですね、まあ1点リードしましたから少し後ろを進めますかですね。押されたホイッスルがありました。先ほどゴールを決めたアンドロが倒されて前田との取り合い、前田が横から倒してしまいました、まあ、自分のミスパスするものですけどね、はい、12万人収容とは8万人いるとかなりこうぎっしりお客さんが入っているという感じになりますね、はい、バルセロナの方のカンプノウです。本当にいいところに入ってきたんですね。選手がヘディングで前線ボールを送ります。レオンディアスの前へ出します。クラウディオロペス、クラウディオロペス前へボールをよこせと今指差しましたけれども、バルセロナが前線ボールを奪いました。アベルドが前に持っていきます。同点で喜んだのも束の間という感じでバレンシアが現在3対2でホームのバルセロナをリード、ね、同点に追いついてからバルセロナがいいリズムでね、いい形作ってたんですけども本当に一瞬の隙を突かれたっていう感じですかね。3点ともなんかそんな感じありますね、うん、そしてバルセロナは、まあ、オランダ代表のロナルド・デブールが下がってアンデルソン、そしてここでまたバレンシアが先ほど準備をしていたシュバルツがロスに代わって入ります。後半はその3人のディフェンスラインに入っていたロシュ、 そこにシュバルツ、シュバルツという選手はミッドフィルダー、スウェーデン代表ですけれども、ロシュも悪くはなかったですから、ちょっとまあ、時間帯的にはその疲れとかってこともまあ考えられる時間帯ではありますね、はい、まあ、カルボーニがそのまま真ん中スリーバックのところに戻れば、はい、左にシュバルツが出ていけばもう、はい、
チニーも捉えてもすぐやられてしまいましたけどね。クリマス選手を攻めた。これはバルセロナにとっては痛い失点ですね。ダメ押されたっていう感じですから。先ほどもあのバルセロナがグアルディオラに対してセラディスを入れた直後にですね、はい、点を取ってまた逆転をされて、勝ち越されて、ここも今選手交代があった、何かそういった間というかですね、そうですね、一瞬の隙みたいなものをついてます。これアングルをうまくヒールで残しましたけども、これもクラジオロペスのやはり速さがですね、ここでマークベルグが一回取ってるんですけどね、はい、この後すぐにメンディーからアングル、まあ、オフサイドって微妙な、はい、セルジーがやはり中に絞るのを取りましたね。なんとここは転んでしまいました。4対2、後半のこの42分のところで2点差がついた。バルセロナにとっては厳しい展開ですね。頑張ります。いけるか、クライファート、シュートまでいけない。ホイッスルがありました。後ろから今ビョルクルンドを倒してしまいました。そうですね、今自分で行かない、これは先ほどの、はい、もうギリギリですけどね、まあ、これはいいコースにシュート打ってますよね。ついていったそのフランクデブルムも振り切られて、そうですね、まあ、右からセルジが戻ってますけども、やはり速さっていうのは出てますね。全体に2点リードというこの展開、もう残り時間がほとんどないというところ、もう一度見てみましょう。このアングロのヒールが出る瞬間は、まあ、ミニューニューしてベラルドがどうかなという感じですね、はい、セルジより完璧に前に出てますね、ちょっと厳しくなりました。ファンハール監督ちょっと怖いかもしれません。今ですね、絶好調で来ているだけに、今日は信じられないと。そうですね、もうその選手交代の、はい、なんていうか微妙な隙を突かれてるっていう感じですね、はい、選手の交代した後に今日は得点シーンが生まれています。守りますバレンシア。そしてこう倒れていた選手がボールへ戻ってくるのが非常に早いです。ここでまたこれはロスタイム表示3分です。あ、イエローカード出ました。ゴミスムがメンゲータの足に行きました、ね、今日はコクモの中にいられたらいいんじゃないですか。コクモこれでイエローカード5枚目、次の試合への出場はこのスペインリーグ5枚ということで微妙になってきます。これが4点目バレンシアの得点シーン。僕は今日はちょっとそのプレーにもキレが今一つ感じられませんし、はい、本人にとっても納得いかない。今日はちょっと危ない、足が今高く上がりました。しかし今のは足が上がったプレーでしょうか。カリノスに対してイエローカード、そうですね、その前に何かあったのずっと流してたんじゃないですか。今これ足を上げたのはカルボーニ。そうですね、この後です。この後に、この後に先ほどボールを蹴り出したプレーでしょうか。そうでしょうね。イエローカード、カリノスも5枚目です。さあもう時間残り、バレンシアがリード。セルナのセットプレー、オフサイドです。今日2点を挙げているクライファートなんですが、ね、表情はね抑えないですよね。そしてリバウドは今日も下を向いていることが多くなっています、はい、しかしこれラインがディフェンスライン綺麗に揃ってますよ、それだけ今日はその3人もですね、はい、最初のうちはですね、ジュキッチ、ギョルクルンド、カルボーニ、この辺で入れ替わりをするんですが、あっとここですね、しっかりそのディフェンスラインの意識を持ったバレンシアが4対2ホームのバルセロナを破りました。相手のホームスタジアムですね、手を切っているのはグラウディオロペス。
さあ後半のハイライトです。78分、2対1で迎えた場面、1点ビハインドのバルセロナ、混戦の中からクライファート。そうですね、これはいい、本当にいいとこにこぼれてきましたけども、まあ、シュートを浮かさないでですね、はい、でもキーパーにも当てないでよくあのコースを見ましたよね。まあ、今日はその今一つ良くなかったバルセロナの中でこれクライファートが奮闘しましたね。そうですね、ここリバウドアベラルドが少し右足でこの後ですね、ボールが戻ってきたところで触れています。まあ、これはもうどうしようもないですね、はい、そして82分です。同点の場面からこのボールにクラウディオ・ロペスが飛び出してキーパーかわしてもう一度シュート、跳ね返ったところアングロ。いや、あのフランク・デブルのポジションの隙をですね、クラウディオ・ロペスが巻きついたっていうシーンですよね、はい、もうここでもう完全に入れ違ってますから、国王杯に続いて今日もこのクラウディオ・ロペスにフランク・デブルはやられてしまった。しかしここ本当にいいところにフォローきましたね、アングロ、そしてこのクラウディオ・ロペスは非常にいいコンビです、はい、87分3対2で迎えてまたしてもクラウディオ・ロペス、これで4対2。そうですね、見事ですね。このメンディエタからアングロのヒール、オフサイドギリギリでしたけどもここからインコースに流し込みましたね。一番得意な形でこの4点目をゲット、勝利を確定的にして試合終了、4対2でバレンシアがバルセロナを下しました。これでバルセロナは首位変わりませんがバレンシアが3位に上がりました。加藤さん、この後優勝争いこれ楽しみになってきましたね。そうですね、あのここで勝ち点を詰めてますます面白くなってきたという感じですね、はい、勝ち点差4となりまして、この好調バレンシアがどこまでいくか非常に楽しみです。結局バレンシアがバルセロナ4対2で下しています。今日のこの試合解説は加藤久志さん、実況田中智樹でお伝えしました。加藤さん、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。